スカスは、アメリカ合衆国出身、イギリスの女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ハミッシュ・ゲーマン、ジョシュア・レーガン、ジョン・コフリン。2011年全米フィギュアスケート選手権優勝。2009年アイスチャレンジ優勝。2010から2011シーズン、ISU グランプリシリーズの中国杯で、初の表彰台3位となる。全米選手権では、 初優勝を果たし、4大陸選手権及び世界選手権の代表に選出された。世界選手権では6位と検討した。シーズン終了後、コフリンとのペアを解消した。2012年3月23日、ジョシア・レーガンとのペア結成を発表した。グランプリシリーズ2000に出場予定だったが、レーガンの怪我のために取りやめた。その後、ペアを解消した。 2013から2014シーズン、ハミッシュ・ゲーマンと新たにペアを結成し、所属をイギリスに移した。2014年2月には、ボストンに練習拠点を移し、ボビー・マーティンとキャリー・ウォールに指示した。さらに7月には、カナダのモントリオールに練習拠点を移し、新たに、リチャード・ゴーチェとブルーノ・マルコットにコーチを変更した。2015年9月10日、 資金難による引退を発表した。ありがとうございます。